こんにちは、ゆきです。今回は新年一つ目の動画ということで、達成できるやりたいことリストの書き方についてお話ししていきたいと思います。私の場合は一番重要視していることは達成できることなんですね。なのでちょっと他のね、やりたいことリストとは違う感じになってしまうかと思うんですけれども、最後まで見ていただけると嬉しいです。でも実際書いていくんですけど、私が使っていくノートはロルバーンになります。普段は勉強計画を書いているものなんですけれども、今回はその中のね、ページを使って書いていきます。ではまずノートの左ページにやりたいことリストを書いていきます。絶対やりたいぞってことでもいいですし、あ、ちょっとこれいいかな、やってみようかなと思うことでもいいので、あまり考え込まずにどん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 書いていって、もう何にも思いつかないぞってところまで書いていきます。ページは埋まらなくてもいいですし、埋めるまで書いてみるぞというのでもいいと思います。そして書き出すことができたら、赤いペンに持ち替えていただいて、その中からこれは絶対叶えたいなっていうものを丸していきます。その中で一番やりたいことを一つだけ決めます。具体的なものでもいいんですけど、抽象的なものが私はおすすめです。そして選んだやりたいことの大きな一つを右のページに書いていきます。私の場合は今年は本当にやりたいことに集中するっていうのを目標にしているので、やりたいことリストの一番上にこの目標を書いていきます。例えば私の過去の場合は2020年に新しいことを始めようっていうのを一つの大きいやりたいこととして選んだんです。で、その中で YouTube 始めたいなっていうのは前々から思ってたので、実際 YouTube を2020年に始めたんですけど、こういうふうに大きな抽象的な目標なんですけど、それを作っておくと、その一つを叶えるっていうのは結構簡単に達成できるので、これはおすすめです。ここから一つずつちっちゃな目標を書いていきます。私の場合は一番は資格試験の合格なので、これをまず1個目に書いていきます。まあこれやりたいことっていうよりかは絶対叶えたいことなんですけど、まあ、やりたいことリストの中に入れています。2つ目が YouTube を楽しむ、そして3つ目がダイエット成功っていう、まずこの3つを出していきます。で、その3つのやりたいことを出してったら、もうね、今やる気があるうちに、じゃあ実際どうしていこうっていうのを下の行に書いていきます。例えば資格試験だったら1月から試験日までの計画を立てようとか、で、そのためにはもっと勉強するために時間の管理をしようとか、計画作りを頑張っていこうとか、そういうことを書いていくんですね。で、そうすると左のやりたいことリストにもちょっとだけ挙げた長期目標を立てられるようになりたいとかを、まあ、最終的には叶えられるんじゃないかなっていうふうに今矢印を書いてみました。2つ目の YouTube を楽しむのところでは、見てくれる方に役立つ動画作りしたいとか、自分が楽しいとか知ってほしいと思うことを動画にっていうことを達成するために、物事の伝え方についてもっと学びたいなっていうのがあったんですけど、それも左ページでいうところの新しい分野のこと、もうちょっと学びたいなっていうところにつながってくるなと思って、また矢印引いてます。ダイエットについても太もものね、前張りもね、すごい気になってるので、ストレッチしたいって書いて、あ、これもよく考えたら柔らかい体になりたいっていうのにつながってるかなというふうに思いました。という感じで、大きな目標を立てたら下に何個か目標を立てて、で、それを具体的にじゃあ達成するためにはどういうふうにやっていこうっていうのを考える、ここまでやるとちゃんと達成できるやりたいことリストになると思います。で、書き出した結果、もう矢印で書いてある通り、左側で選ばなかったことも自然と叶えられるんじゃないかなっていうリストが作れました。リストでいっぱい書くっていうのもいいと思うんですけど、私の場合は達成できないと、あ、全然やれなかったなっていう気持ちになっちゃうんですよね。達成できるやりたいことリストを作るってなったら、大きな一つのやりたいことがあれば、それに対してちっちゃな目標をこう立てていって達成するっていう方が、意外と1年を通してみたら達成できてる気がするので、私はこんな感じでやりたいことリストを書いております。でも実際やってたら、
あれこれ違ったなってこともあると思うんですよね。1年っていうのは長いので、その時はもう一回何やりたいかなっていうのを考えて書き出すっていうのが私個人的にはおすすめです。皆さんはね、どういう風な目標を立てましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。